ミュージックマン、スティングレイ。ミュージックマン、スティングレイは、ミュージックマン社が1976年に発表した、エレクトリックベース。後にミュージックマン社は、アーニーボール社に買収され、ミュージックマンは一ブランドとして継続する。1976年の発表当時には、ギターモデルも存在した。1971年に、フェンダー社を退社した。 フォレスト・ホワイトとトム・ウォーカーが、レオ・フェンダー、スターリング・ボール、ボールは、楽器のベータテスターだった。後に、ミュージックマン社を買収する、アー・ニー・ボールの息子でもあると共に開発し、ミュージックマン社から1976年に発売された。アー・ニー・ボール社に売却される前のミュージックマン時代は、区別のために、プレアーニーと呼ばれることがある。 プレアーニー時代のスティングレイについては、細かな仕様変更を除けば、大まかにパラレル配線ノップニにバンディックで裏道し、ブリッジが特徴で、マイクロティルトアジャスト付けの3点止めネックジイントは、フエンダーから継承され採用されていた。80年代に入ると、ネックジョイントは、通常の4点止めに変更され、ブリッジも通常の表通りしに変更され、現行モデルに近い仕様となる。 このプレアーニー後期の時代、製造はジャクソン社であったと言われている。この頃ニップのセーバーやグラファイトネックのカトラス等もラインナップされていた。ミュージックマン社を買収したアーニーボール社はアーニーボールミュージックマン社として80年代中期に新たにロゴや塗装や電気系を一新し、スティングレイを製造販売することになる。この頃のいかにも過トらしいモデルも 稀に存在する。80年代後半には、スターリンボールの名を冠した、スターリンやスティングレイ5が発売される。この二つのモデルには、パラレル配線とシリーズ配線を切り替えられるスイッチが付いており、豊富なサウンドバリエーションと幅の狭いネックによる演奏性の高さが従来のスティングレイにはない特徴であった。二千年代初頭には、サブと名付けられた低価格モデルが、 製造された。テクスチャ仕上げのボディとダイヤモンドプレートのピックガードを持つ、このモデルは2007年に製造コストの増大のため、製造終了となった。サブ01がパッシブ、02がアクティブ。2005年にピックアップバージョンのスティングレイ、HH、HS として知られるが発表された。5A スイッチを備えることにより、ピックアップの組み合わせが増え、音色の多彩さが、 大幅に増加した。このピックアップ構成は、同年スティングレーゴやスターリンにも導入された。ハムバッカーピックアップと9ト電池駆動のアクティブ、プリアンプを装備。初期モデルは2バンドイコライザー、バスとトレブルを備えていたが、後に3バンドに拡張され、ジャックの位置がボディトップから横側に移された。また、後にブリッジ位置へのピエゾピックアップのオプションも用意された。 初期モデルは弦をボディ裏から通すボディスルーでアジャスタブルミュート機構付きのブリッジとなっていた。後のモデルではその両方を配した2006年の30周年記念モデルを除く。アーニー・ボール社にミュージックマンが買収された後はネック裏の塗装がオイルフィニッシュ仕上げとなった。テフロンワッシャーを使った独特なトラスロット調整システムを使用しサビ。 腐食への耐性が高く調整も楽になっている。アーニーボール以前はヘッド側から調整するビュレットナット。5弦モデルのスティングレー5も後に追加された。ネックプレートは現在ボルト6本止め。70年代は3点止め、80年代は4点止めであった。ネックは特にフェンダージャズベースタイプのモデルと比べると非常に広いが、厚さ自体は薄いものとなっている。 スティングレイは多くの有名ベーシスト、特にルイス・ジョンソン、バーナード・エドワーズ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーといったスラップ奏法で知られる奏者に好まれている。AC、DC のクリフ・ウィリアムズはいつもスティングレイを使っている。ブラザーズ・ジョンソンのルイス・ジョンソンも初期から使用している。レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン、オーディオス・スレイブのティム・コマン・フォードはジャズベースに持ち帰る前、 レイジのデビューアルバムで使用している。フリーは何台ものスティングレイをヒット曲、ミー、マイフレンズ等のレコーディング、ライブパフォーマンス、ミュージックビデオで使用している。アベンジドセブンホールドのジョニー・クライストもレコーディング、ライブで常に使用している。ジョー・ラリー、フガジ、デカヘドロン、アタクシアはフガジを結成した当初から使いしていた。クイーンのジョン・ディーコンは ライブツアーで、スティングレイを使用していた。また、自身が作曲した、地獄へ、道連れでも使用していた。現在は、クリーブランドのハードロックカフェに展示されている。日本では、細野晴臣が、YMO 時代に使用していたのが有名。また、バンプ・オブ・チキンのナウン・ヨシフムや、元、X ・ジャパンの大事も、一時期使用していた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。